山田さん、ヤッホー、今日ありがとうね、来てくれて。イエローフィッシュさん、ヤッホー。ちゃんと配信も来ました、えらい。あれ、お菓子もありがとう。みこんさん、ありがとう。やっほー、こんばんは。バブー。みんな、生誕祭来ますか？リカさん、こんばんは。やっほー。今日も前髪割といい感じかも。行けたら行くよ、絶対来て。エリちゃん、やっほー、お疲れ様。エリちゃんも生誕祭来る？あ、チケット買ってない。あー、買って、リマインドじゃないよ。でも買ってね、忘れずに。平日売る。平日頑張って。生誕祭、意外ともうすぐで焦ってる。前髪いい？いい感じ？ラジヘッドさん、久々、元気だよ。ラジヘッドさんも生誕祭来てよ。100年ぶりに会おう。私の好みマジ？私も今日なんかいい感じ。昨日もいい感じだったけど、今日もいい感じ。これいいよね。これで定着させようかな。頑張ってタバカンにしてんだよ。マジ頑張ってる最近。えらいやん、やばい。あざす。最近頑張ってるんだ、タバカン前髪。ねえ、てか TikTok のアカウント新しく作ったんですよ。そっちはもう完全に可愛く踊る、可愛く踊ったり可愛く喋ったり、もう可愛いに特化した、あまり編集とかをしないで取って出しできるようなアカウントにしようと思ってるので、ぜひフォローお願いします。ちょっと名前ミスっちゃって、設定あと6日間ぐらい名前変えられないんですけど、アットタイノー34が私のアカウントです。フォローして、みんなフォローして、動画にいいねして。なんか今日コメントのラグなくて、秒で坂本から返事来る。え、いつもラグいい？だいたい100年に縮めるね。確かにだいたい100年言いがちよ、私。あ、見た見た。え、フォローしてくれた？こんばんは、生誕祭楽しみ。昨日もいい感じでした。赤目よし、やっほー。楽しみだね、生誕祭。なんやかんやもうすぐ。ID 逆だろ感あっておもろい。間違いなくて草。イッシーさん、やっほー。今日来てくれてありがとう。してない。フォローして。皆さん、新 TikTok アカウントフォローしてくださいね。あと10月5日に、ラフォーレ原宿の地下 1.5 階、地下 1.5 階にて、
一日店長をやるんですけど、ちょっとまあちょっと生誕祭とかオクトーバーフェストとかちょっといろいろあるんで、まあ来れたらですけど、よかったらぜひ来てください。前話してたのそれだよね、5日のやつ。そう、実はふわっと現れ、ふわっと消え、ニュン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 、みんなバズるためにいいねとフォローして、かわいい音源でいっぱい撮ろうと思う。そういえば昨日のチェキ日付が違ってた。え、1日に間違えることある。間違っちゃった、ごめん。顔かわいいし若く見えるからきっといける。死ぬでもああいうさ TikTok いるでしょ、よくバズってる人で、ああいう系統いける、いける顔、いける顔じゃないと思って。めっちゃいるよ、死ぬ。え、じゃあワンチャンいける顔なんじゃね私と思ってちょっと調子乗って作ってみちゃった。イッシーさん、だるまさんいっぱいありがとう。顔でバズれるかな。いや、坂本ながらいけると思って。おい、坂本ながらって何やねん。いや、ちょっといけるかもしれない。顔顔マジかマジシャンだったのか、父なお明してよ。頑張ってね、ありがとう。エリちゃんもいいねしてね。やっぱさ、今までさ私が撮ってきた TikTok ってさ、めっちゃさ撮るのにも超時間かかってさ、編集にも超時間かかるからさ、このもう取って出しみたいなのがもう最高すぎてやばい今。チャイナブルーヤッホー、佐久間さんお疲れ様、ありがとう。誰か非公式切り抜き師が YouTube 上げてくれないかな。アジスが、やアジスが、え、でもあれもあれでとても好きで、おもろいし見事やる。そう、そっちも頑張るつもり。嬉しい、ありがとう。そっちも頑張るつもりなんだけどね。にゃーん、ワンちゃん顔でバズれない。やっぱさ、フィルター通せばまあなんとかなるみたいなとこあるから、フィルター通して顔でバズれないかなと思って。あ、N ちゃん、やっほー、あの動画めちゃくちゃ可愛い、え、嬉しい、イエー、好評かもしれん。ゆいちさん、やっほー、ちらやっほー、実際会っても可愛いよ、ありがとう。涙涙。どんぐらい再生されるとバズってるの。どんぐらいだろうね。
1万再生とか。いつも可愛い、嬉しい。さて、タイノーちゃんは可愛いで生きていけるのか。実験。キムさんごやっほー、来てくれてありがとね。キャー、可愛い音源を探し中今。割と流行ってて可愛い音源探し中。好きな人星オイルさんやっほー。みんな10月16日水曜日生誕祭絶対来てね。テーマは学生です。さあアップデートしよう。流行ってる音源流して。え、今配信でってこと。学生やばいかも。おばさん参加していいの。汗やばいやばい。大丈夫、あのぼっちみんな学生じゃないから安心してりちゃん。私なんてもうどうなっちゃうのよ。さあちゃんやっほー、よしさんやっほー。私ってさ、流行りのさ TikTok の音源結構覚えるんだけど、曲とかも。可愛いだけじゃダメですか。右左正面とかもなんか覚えるんだけどさ、踊る系の TikTok やってないからさ、いつも撮ることないってか、まああのメンバーと一緒に撮ったりとかするときぐらいしか撮ることなくて。ついに私も踊るときが来たかわらわらな。うみなたちゃん学生よ。みなたがさ、確かにね、そうだった。坂本の方があれだったわ。おーい、今それが一番流行ってないね。ちょっと撮ろうかなって感じ。頑張って。可愛いだけじゃダメですか。ガモちゃん滞納だけでいいぞ。滞納ちゃんだけでいいぞ。もう作っちゃったもん、アカウント作っちゃったもん。 TikTok 延々とスイストだっけ流れてくる。スイステ、あ、もうなんか似てるよね。可愛いボイス。Thank you。 可愛いだけじゃやってけない。可愛いだけじゃやってけないね。あのキューストさんは、可愛いだけじゃダメですか VS 坂も可愛いだけじゃやってけない。人生キューティーじゃない、あ、キューティーストリート、キューストさん、人生すぎるマジで。ほんまに勘弁して。可愛いだけじゃダメに決まってんだろっつって、可愛いだけでいいわけねえだろっつって。勝てる勝てる勝てるわけないじゃん。キュースとかキュースト
俺たち内田ってやつやってる。でも俺たち内田系 TikTok ではないよね。なんていうの、まあ俺たち内田もいいんだけどさ、なんかさ私のイメージはちょっとなんかあの何トー横の子がちょっとやってる TikTok みたいな、トー横なんていうの、地雷みたいな、なんかもうピエン、完全ピエンみたいなのがやってる TikTok のイメージなのよ私は。なんかがっつりなんかミトちゃんとかミクさんとかみたいになんか踊るみたいなのっていうよりかはなんか口パクで歌ってみたいなイメージ。わかるわかる、そういう TikTok いいんだよ。なんか踊んないんだけどもう完全に顔だけで、可愛い雰囲気、可愛い空気だけでもうバズらせようみたいな、なんかがっつり踊ってみたいなのじゃなくて、なんかもうみたいなわかる。でも俺たち内田ってやつ私一回踊ったよ、ミトちゃんのアカウント、ミトちゃんのソロライブアカウントで踊った一回。キャンチュー、キューストフルッパーもう分かりませんね、似てるよね。エリちゃんハートいっぱいありがとう。トー横ドンペン着る、ドンペン着てるようなイメージ。まあ言いたいこと分かる、分かるっしょ。ちょっとマジ見てみたいわ。ミトちゃんの時にね一回踊ったん、ブリブリブリっ子な感じ。まあまあ、一応おっちゃんからするとまあブリブリブリっ子なんかな。ちょなんていうの、なんかまあ今っぽく言うとちょっとなんかエモいじゃないけど、なんていうんだろう、ダンサーですみたいな感じじゃなくて、もうほんとなんか可愛いに100振り切った系 TikTok にしよう。もう何なんかもうこんなのとかさ、こんなの持っちゃみたいな。わかる。だからさ、なんだっけ、例えばの音源が思いつかないけどさ、今他なんか流行ってるっけ、例えばが思い浮かばないわ、なんか踊る系のってこと。あ、だからタケノコ族のタケノコ踊り、チュンチュンとかやんない。タケノコ族のタケノコ踊り、チュンチュンというかやんない。あのなんだっけ、マイタケマイタケぐる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 、マイタケマイタケとかもやらん。わかる、あんななんかポップなのはやらん。私のそう、さつまいもタイムとかやらん。私のコンセプト、私的コンセプトわかるわかる。例えば TikToker 誰、例えばの TikToker とかない、そう音源、さつまいもタイムとかまいたけまいたけとか、たけのこ族のたけのこ踊りとか、なんだろう、さかもたけのこ族知ってるのがびっくりだわ。え、今流行ってるよたけのこ族 TikTok。 あとなんだっけ、じゃなくて、そういうんじゃなくて、例えばちょっとエモ可愛い曲とかをちょっと口パクで歌うぐらいのイメージ。わらわら、三姉妹の TikTok か YouTube ショートでもよく見てる。三姉妹って何？
けのこじゃくにょたけのこおどり、うんうん、なんかバズってるしも、知らないよ。次は何やろうかな。ふわっと現れふわっと消えやりたいんだけど、あれ結構がっつりダンスなんだよね結局1万再生か。そうだよ。ちなみにタイナオちゃんだとたまにしますね、1万再生。1万再生がコンサタントにあったら全然いい方なんじゃないですかね。フォロワーそんな1万とかいなくて1万再生とかだったらよくない？何万人フォロワーとかだったらちょっと少ないかもしんないけど。とりあえず早く名前変えられるようになりたい。なんなのあの TikTok の仕様、マジで罠すぎるんだけど。罠です。いいねも欲しいよね。そう、いいねの数もやっぱバズり多いとバズりやすいし、コメント数も多いとおすすめ乗りやすいんで、ちょっと桜のごとく皆さんコメントお願いします。いいねも桜のごとくね。絶対ハートをつけに行くんでコメントに。高津紫だるまさんいっぱいありがとう。心を込めてコメントしてますので桜ではなくありがとう。それはとても嬉しい。高津赤だるまさんいっぱいありがとう。みこんさん紫だるまさんいっぱいありがとう。なんかもうバズんないかな顔で顔でバズんないかな、わらわら。眠てーよ武器やほー、おはよう武器。11月バビューする君と離れたくない。しかもさ、そっちのさ TikTok アカウントさ500人フォロワー集まんないと TikTok ライブできないの。頑張って500人フォロワー行きたい。まずははてなバビュンです。まあ生誕で待ってるよ。ブッキーもしかしてその前に会える？会えないか。あれ誕生日会える？もしかして、もしかしてみんな誕生日で会えるんじゃないのね。次のライブ12日らしいよ。やばくない？12日はさかもちゃん27歳ラストデイやーん。で次の日がお誕生日で恵比寿からの幕張でライブ2回しです。みんな来なきゃダメですよ。さかもちゃんのお誕生日年休だから行きやすいわな。来るしかない。12日で28です。ねえなんかさ変なこと言ってくるんだよねブッキーあ明日まゆきとデートしてくる。
いいね。いってらっしゃい。楽しんできてね。さがもちゃん早く宿題時期書いて。絶対生誕あるよ、かぶってるよ時期、絶対早く書いて。あーもう改めまして宿題時期ゲットしてくれた皆さん本当にありがとうございます。惜しくも前回の夏休み宿題時期の枚数よりかは少し減ってしまいましたが、目標枚数をギリギリ突破して今回も本当にありがとうございます。今後の課題として、まあ、ライブでのチェキもそうですし宿題チェキもですけど、目標枚数を必ず達成するのと、どん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 枚数を増やしていけるようにしたいというのが目標に最近ちょっと掲げているので、っていうのも前回の夏休みチェキや今回も目標達成したことが私今までに一度しかなくって、でも今回二度目標達成をさせていただけたということで、ちょっと頑張れるんじゃないかっていう風にスタッフさんとも話してて、頑張りたいと思っていますので皆さん応援のほどお願いします。人生で28が一番いいぞ、特に理由ないけど。本当に？ってことは昨日のライブが27歳最後のライブだったのか。違うよ、12日だよ。んだボスカ31色って使いこなせる。そう、ボスカの31色欲しいんだけど、誰か買ってくんね。ボスカ31色欲しい。なんかすごい今宿題チェキどんなデザインにしようと思って、デコチェキのいろんな SNS に載ってるアイドルさんとかコンカフェ嬢さんとかのデコチェキを見てるんだけど、ポスカでめっちゃいろんな色を使ってる人がいて、え、ポスカってそんな色あるの？と思って調べたら31色のポスカがアマゾンにあって、え、欲しいと思って、でも6000円ぐらいして、あわらわら、あってなって、ちょっと誰かくれませんか。イーリーさんこんにちは。坂本しか勝たん、ありがとう。坂本そこまでポスカ使わないだろ。え、めっちゃ使うよ、私宿題チェキ全部ポスカだもん。しかも宿題チェキ私まだ一度たりともシールを使ったことがないので、全て手書きなんですよ。なのでめちゃめちゃ使えます。ポスカお願いします。皆さん、もし坂本ちゃんにポスカあげてもいいよって方。31色ってすごくない？そんなあったんだと思って。例えばだけどさ、ピンクにもさ、なんかこう濃いピンク薄いピンク使いたいけど、ピンクって1色しかなくて、あーみたいなこととかあったよね。結構言い続けてたら誰か誕生日プレゼントしてくれそう。でもさ、誕生日プレゼントでもらうときにはちょっともうあ、今回のチェキはね、次回のチェキにはあれだけど、欲しいなーって。それラメも入ってるやつでしょ。ラメも入ってるかも。ポスカが一番発色いいよな。発色いいのよ。みんなで一色ずつプレゼントするか。それもありちゃんと作戦会議できるなら。ピンクが31色のうちピンクが20本とかになったらちょっと困る。渡すタイミングなくね。確かに5日の1日店長で
もらう。紫のマッキーあげるね。ねえ、ありがとう。31人集まらないわ集めて。31人むずい、厳しいな。ミニポニーさんやっほー。どうにかポスカ欲しい。まあ今回のチェキはもう間に合わないか。東急ハンズとかに寄ってないんか。でも31色はないか多分。あとね、ロールモデル見つかったんです。見つかったっていうか、メンバーにこの子はって言われて、あ、いいねってなって終わったんだけど。知りたい。ミニポニーさん、ハートハートハートありがとう。でかいところ行かないと全色揃ってん。どこら辺、どこのさ店舗がでかいんだろう。ちな、てかポスカの前職って何なの。あ、モモナちゃん、え、言ったっけ、モモナちゃんって。あ、言ったっけ。私渋谷ありそう。渋谷の東急ハンズ、ワンチャン時間あったら見てみるかな。昨日の配信で言ってた。あ、もう記憶終わってるわ。よく終わってた。どのももなちゃん、松本ももなさん。なんか本当、あのちょっと本当恐縮なんですけど、あのレミさんに前から松本ももなちゃん似てるねって言われてえみたいな。まあ髪は似てるけど似てるかみたいな話してて、でもあのミトちゃんがロールモデル誰がいいかなって言ったら、ミトちゃんが「え、松本桃奈ちゃんよくない?」みたいな「マジ?」っつって、「じゃあそれで」っつって頑張ります。本当申し訳ないんだけど、私高根のねでしこさんだと、あの姫りさんが すごい可愛いなと思ってたのね。おもなちゃんじゃないんか。いや、もちろん可愛いんだけど、だからちょっとあんまちゃんと見たことなくて見ます。ミトちゃんのロールモデルは誰なの。ミトちゃんのロールモデルはね、なんかね、ちょっとか大人の、なんか普通にアイドルとかじゃなくて、なんかインフルエンサーみたいな、なんかインスタグラマーみたいなの人を見せられて、綺麗なお姉さんみたいな。まあ最近で言うとなんか爆美女みたいな爆美女みたいな人だった。もう大人の女性って感じだ。ミニポニーさん、ハートいっぱいありがとう。松本桃奈ちゃん可愛いよね。フォローしてるね。可愛いよね。ほえ、ふい。まあ TikTok も始め、新しいアカウントも始めたことですし、生誕祭も近づいてることですし、もうすぐお誕生日なことですし、皆さん10月は坂本ちゃんの月なので、特に応援をよろしくお願いします。ということで、そろそろ配信は終わろうと思うんですけど、皆さん10月16日水曜日、生誕祭が渋谷スタジオフリーダムにてあります。19時からです。遊びに来てください。絶対だよ、絶対来てね。テーマは学生です。
お楽しみに。絶対来てください。あと10月5日に、ラフォーレ原宿さんにて1日店長イベントがあったり、10月6日は、撮影会があってまだ予約受付中だったり、あとそうオクトーバーガールもオクトーバーフェストのビールのりこさんも10月後半にあるだろうし、盛りだくさんなので皆さんお願いします。リアル誕生日は10月13日です。まさにオクトーバーガールです。みんなありがとうね、遅くまで。また明日配信します。ありがとう。おやすみ。